生きてる人間がほらここにいるんだよ。売れるってのはよ宝くじでよ、一億円になるよりも難しいことなんだぜ。はっきりと言えることはよ、素晴らしいものがよ必ず売れるって、そんな甘い世界じゃないってことさ。もし鼓舞するならよ俺のことしっかり調べてよ、リスペクトが湧いたなら存分に鼓舞してくれよ。俺はあんたがよ何者かなんてよ全然知らねえし、興味なんて一つもわかねえさ。でもそんなあんたをよ1ミリたりともよバカにする心なんて俺持ち歩いてないぜ。辛いことによ困ったことによそんなあんたみたいなもんも相手にする商売なんだよ。はっきりと言えることはよ素晴らしいものがよ必ず売れるって、そんな世界じゃないってことさ。あんたのおかげで、あんたのおかげで心底売れてなって思ったよ。あんたのおかげで、昨日1500人の前でよ歌ってきたんだよ。次の日にあんたに絡まれた、悔しいな、めんどくせえな。売れてない凄さはよこんなくだらねえことよ、本気になって歌って金に変えるところさ。その日を諦めずによ、どうにかこうにかよ、これで食っていく奇跡を続けるってことさ。悔しいけどありがとう、悔しいけどありがとう、地元の酔っ払いのクソめんどくせえ皆さん。はっきりと言えることはよ素晴らしいものがよ必ず売れるって、そんな甘い世界じゃないってことさ。行くぞみんな、あんたのおかげ、売れてなって思ったよ、あんたのおかげだ。どうもありがとう。ありがとうございます。じゃあ俺の始まった場所の歌一発歌います。札幌には札幌ローズってライブハウスがあって、そこでいろんなことが始まりました。ゼウスビルっていうナンバー歌うんですけど、この間ね、ロックローラーの先輩にこの歌はとんでもない破壊力があるからMC なんて何もせずにそのまま歌えばいいんだっていう先輩がいました。だけど、親戚のおばさんは SK、この歌は意味が分かんないから、そのいろんなことをちゃんと聞こうとしちゃうから説明意味がないってことをちゃんと説明した方がいいよって言うおばさんもいました。やっぱり初めて見てくれる方多いでしょうから説明します。そんなに意味はないです。いろんなその手薄切りに集まってきていた、個性豊かな奴らがいろんな人格といろんな声で出てくるっていうような雰囲気です。そんな雰囲気だけどうぞ真面目に聞かないで、楽しんでください。この間ね、そのパンクスの
くとお客さんの歓声が上がるうわーってステージの方まで寄ってきてくれました。この歌聞いてそうそうそういう感じと思いました。行きまーす。じゃあ手を滑ってナンバーオラロランオラロランヘイヨーババリックダン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 ラスタからののれんが見えたらマイナーコードから始まるあの歌が響き渡るぜんぜぜんぜぜぜララ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 俺たちここにいるぜ Got the sign, got the shield!